よし、じゃあ、アイシクル、占領やっていきますか。このマップね、何回かやってみたけど、今回の新マップ。占領がね、やっぱ、今まで1個だったのが2個に増えたんで、ちょっと戦略性が上がったのかなっていう感じですね。まあ、1個の占領ってもうほとんどデスマッチだろうって思って、あんまりやらなかったんだけど、まあ、2個になったことで、ね、どっちかを選んで攻めることができると。片方捨てて片方攻めるもよし、裏から回って敵を倒すのもよしですね。まあね、欲を言えば3箇所欲しかったかな。まあしょうがない、2箇所でもね、なんか面白そうね。ちょっとやってみますか。おー、このね、この場所がいいんだよね。やっぱ真ん中取った方が強いね。で、もちろん選ぶのはクレイマー。これがほんとひどいんだよな。ほんとクレイマーはこれ、なしにした方がいいよね。絶対に。だってさ、そんなに広くないマップなのにさ、もうバカバカ置けんじゃん、俺。しかも、何、一回の出リスポーンで一個とかじゃないからね。もう何個でも置けんだよ、これ。まあ、上限はあると思うんだけど。めっちゃ結構ずるいね。これにさ、これ踏んで、死ぬじゃん、したら、これ置いたやつがさ、ズコズコ戻ってきてまた置くんだよね。そういう光景何回も見たよ。で、上から、6の方の地点の敵を倒していく。やっぱ真ん中ね、取って両方見ていくのがいいっすね。ただ、今回私は MP7 と、MP7 か、まあ、もともとクリス使ってるんだけど、クリスを使ってるんで、どっちかっつうと敵陣深くに潜り込んで戦場をかき乱していきたい。おっと？うわ、マジか！いたのか！足音聞こえなかったぜ。今回はね、まあ、占領はそんなにせずにどんどん敵を倒す方針でいきますか。なので、ちょっと前線より、おお、敵がいた。奥の方に出て、取り合って、そうですね。この奥に出て、敵を倒して、味方に占領させるっていう、戦法で行きたいですね。ちょっとこれは無謀すぎだか。3人いるか。ちょっと今回爆弾とかも持ってきてないんだよね。これ1本。ハンドガンもないっす。ネクリス1本でどこまでやれるか。楽しみですね。おぉ、やっぱ裏回られてたか。一人やって。もう一人。わー、きつい。同じか。同じ MP7 サブマシンガン相手か。さて、今度はここから行きますか。まあね、真ん中を取って、両方の地点を見れるようにしておきたいですね。で、敵が、お、入れる。なんか毎回あそこに人座ってるよね。あ、セントリーか。あれきついな。ここにセットしとく。絶対引っかかるんだよ、これ置いてると。敵が、出てこないか。ここまでちょっと来てみるか。おー、全然気づいてない。おー、びっくりしてる。え、後ろから撃ってく。あ、めっちゃこっち見てる。やられた。ちょっと雑すぎましたね。さて、次は右から行きますか。こっちがね、また結構厄介で。おっと、爆弾あるじゃないですか。爆弾壊して、この奥ね、ここのね、この階段のとこに爆弾仕掛けておいたらね、いいっすよ。ここ、もう見えないんで、上からは。え？お、敵が来てないね。これは、このまま裏を取るチャンスか。こっから、右を見て、あ、もう取ってるか。取ってましたね。あー、やれちゃった。さあ、どうする？あー、ま、ちょっと負けてるな。なんだこれ。両方取られてんぞ。これはまずいんじゃないか。いてててててて。これまずいっすね。ちょっと奥行って。真ん中から、念のためのクレームを合わせる。ここに何人もいるな。あれ、味方取ってないな。誰も取ってねえな。ちょっとこれは、取らなきゃダメか。ちょっと一応取っとくか。
ただな、サブマシンガンなんでね、あんまりここでうじうじやってんのも微妙かなっていう気はするんだけどね。ちょっと誰か、あ、味方来てくれたね。味方来てくれたらいいかな。さあ、敵が来ないぞ。クレイモア適当に設置して、どうしようかな。攻めますかね、そろそろ。お、味方も増えて、おっと、敵、奥にいるね。一人やって、もう一人やっていく。ちょっと奥、奥見ていきます。敵が、裏を取って、おー、俺の爆弾踏んだのか。つか、味方いねえじゃん、また。誰か AR の人、占領しててくれ。一人いるね。これポイント稼ぎつつ、待って。このね、あの真ん中から見られるからね、絶対に顔は出さないように。ここ見えてるとダメなんだよ。お、一人いた。あー、やられた。マジか。これやられちゃう。HK416A5 ポイズン。いい武器持ってるじゃないですか。で、13,000×9,400。きついな。うわー、やっぱ裏取られてる。そんな気がしたよ。左側でも大丈夫そうだな。もう問題は右側なんだよな。右側がなんかずっと取れてないような気がする。で、さっきの人が。だからサクッと倒して。で、右取りに行きます。おっと上にいますね。ここに爆弾を仕掛けて。で、裏を取って。おっと、あ、マジか。同じ人だよ。お、タボール使ってますね。いい武器使ってます。あははは、タボールの人、俺の爆弾踏んでるよ。あれ食らうんだよね、ほんとに。ダメだわ、このクレイモア。クレイモアもなしにした方がいい。俺のせいでも結構雑な試合になっちゃうんだね。さてと、味方が結構裏回ってくれてるから、取れるんじゃないか。お、敵がジャンプしている。後ろから撃って、味方がもう一人。あれ、まだいるね。おー、何やってんだ。あと、ポイントよろしく。石炭、おー、爆弾踏んでる。こっちは、ここから出てくるときは、ここで叩いて、で、ここね、ここで止めておくのがいいかな。おぉ、ダメだ。やられた。お、AK12 のネオンって、今回の新ガチャ武器じゃないですか。ガチャもね、なんか武器が増えてたよね。まあ、種類は増えてないんだけど、AK12 とか、HK416 のネオンだっけか。なんかアタッチメントがね、増えて。色の早いんだっけ。まあまあ、あんまりね、武器の威力自体は同じだから、もっと敵がいた。俺はあんまりなくてもいいかな。っていう感じですね。おっと、後ろ、敵、味方いないぞ。敵もいない。ああ、マジ、2連続で俺の罠踏んだやつ。ほんと、こういうね、これなんだよね。まあ、強いからさ、使うしかないんだけどさ、敵が使ってる以上はこっちも。もうクレイモンほんと、一択なんだよな。もう一人やって、もう一人いるぞ。はい、やってく。めっちゃ仕掛けてあるでしょ。ここにも仕掛けとか。いいか。お、奥にいた。お、降りてきた、降りてきた。もう一人、あー、ダメか。タボールの人またあっち行ったけど、また罠踏むんじゃねえか。ズゴーンって。さ、じゃあ次真ん中行きますか。おっと、スモークたかれてるぞ。どうした？右から行って。お、敵がいない。おっと、いた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 。お、マジか。やられた。あちゃー、クソエイムしちゃったよ。このマップどうだろうね。結構バランスいいのかな。まあ、結構ごちゃごちゃしてて、個人的には好きだね。ただ真ん中がちょっと、かなり肝になってくるかな。ここ、ここと、ね、
あ、見えない見えない。見えない中で一人やっていく。おっと、もう一人。うわ、やべ。三人見えた。三人はまずいっすね。ちょっと奥回って、こっちから阻止しに行きます。もっと裏に倒してくれた。おっと、ちょっと遠い。ちょっと遠いぞ。サブマシンガンの距離ではなかったが。とかなんとか言いつつ、ポイント、いつの間にか1になってるし。いやね、ポイント1になっても、これちょっと厳しいな。負けてますね。お、あっち取られた。あっち取られたら本格的にやべえぞ。左側取られるのはちょっとまずい。右も取れてなかったの、左も。うわ、マジか。あー、あそこね。あそこスナイパーの言い場所なんだよね。ちょっと注意しなきゃいけないな。つうことで今度右から行きましょう。毎回ここ誰かいるんだよな。もう珍しくいないぞ。上登っていくか。クレイモアも仕掛けられてないけど。一応ここに一つ仕掛けて、もう一個し、お？どうに仕掛けたやつ踏んだんだ。いいね、これ、これこれこれ。こっから狙ってきゅー。マジか！ああ、まだ後ろに一人いたか。冷静に対処されちゃったよ。残り4分。これあれかな、カンストするのかするか。このペースは。おいた！毎回いるな、なんか。こっから入っていくのかな。こっから入ってキャンプしてるみたいですね。もうね、俺は止まるのが好きじゃないんで、もう常に動き続けていたい。いたいたいた。今目あったよね。来るか来るか来るか来ない。あ、向こう行っちゃった。マジ。そこから撃ってきました。で、この人いない。おっと、今、ちょっと左下に爆弾、ああ、起動した、やっぱり。食らっちゃったぜ。おっと、ウィズンをやって、敵が後ろから撃ってく。で、クレイモア設置して、残りライフは6だ。おっと、早速踏んだね。クレイモアキルで10キルぐらいいってそうだな。痛い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 、やってくー。うおぉ、どこにいた、こいつ。まあ、クレイモーがなかったらすごいいいゲームになってたと思うな。まあ、まあ、全然楽しいんだけどね。クレイモーのせいでなんかちょっとうーんっていうね、感じですね。これ1個とかにした方がなんか、置く制限、1人が置ける制限1個とかにした方がいいな。やばいやばい、リロードしてた。リロードしなくてよかった。2分。あーつか、もうこれはきついな。これボロ負けじゃねえかよ、もう。いや、もうちょっと占領とかしといた方がよかったかな。ちょっと今回は敵を足止めするっていう役でやろうと思ったから、占領を考えてなかったけど、もしかしたら味方もみんなそういうことを考えていたのかもしれない。今いたね。いたけどいいか。力いこう。力入って、おっと、奥に、弾当ててるが死なない。と思ったら終わってしまった。っていうことでね、ちょっといい感じに負けちゃいましたね。まあ、これ見て分かるとおり、キルするだけじゃダメってことですね。まあね、占領自体まだそんなにやったことないんで、もうちょっとプレイしてみて勝てるようにしていきたいですね。以上です。